こんにちは、TC 楽器の島です。こちらがマーチンの D45、1979年製ですね。かなりフェザーチェックが入ったり、まあ、傷が入ったり、あとはピックガードが交換されてて、ですね、こちらにバックの割れの処理がされているのと、ネックの方も少し直した跡がありますね。というコンディション、まあ、現状弾くには問題ないんですけども、修正歴があるので結構安くなっています。まあ、低音域によっているような力強い音が特徴の個体ですね。コストパフォーマンスはいいと思いますのでおすすめします。